アイプロシディはインドネシアの作家。日本語ではアイプロシディの表記もある。詩、小説、文芸評論、雑誌編集など多方面で活動する。澄んだ地方を代表する作家の一人とされる。オランダ領東インド時代の西ジャー州のジャティワンギに生まれる。早くから執筆活動を始め。 14歳から15歳の頃には、インドネシア語やスンダ語の文芸雑誌に投稿をしていた。詩、短編小説、脚本が掲載されるようになり、高校在学中に、学生誌スループラジャールの編集長となる。17歳で、最初の短編集、詩の歳月を発表した。インドネシア文学史においては、50年世代と呼ばれるグループに含まれるが、 同じグループの作家と比べると10歳ほど年少に当たる。住んだ作家連盟会長、ジャカルタ芸術会議議長、インドネシア出版連合会会長なども歴任した。1980年に国際交流基金の招待によって京都に滞在して、1981年から大阪外国語大学で客員教授となる。インドネシア語や文学。 日本で唯一だったスンダ語の講義を担当した。京都産業大学などでも非常勤講師となり、文学をはじめとするインドネシア文化の紹介に努めた。日本文学の紹介としては、自らインドネシアに設立した出版社ブスタカジャヤから日本文芸作品の翻訳を出版して、雪国、河童、心などの役所がインドネシアに紹介された。2003年に、 インドネシアへ帰国した。作家活動を始めたのが早く、精力的かつ多方面で活動をしており、作品数は60以上に上る。詩集が最も多く、ペスタ、チャリムアタン、ウラール・ダンカプートなどがある。3文作品には、短編集、ディトゥンガ・クルアルが、タフン・タフン・クマテアンのほか、日本オリジナル編集の短編集、すんだすぎしひの夢』がある。 長編小説には、抜きのいない旅、祖国の声の2作があり、いずれも日本語に翻訳されている。祖国の声は、1980年の京都滞在中に執筆を、はじめ、1983年に大阪で完成した。この作品は、インドネシア独立戦争から1965年の9月30日事件後、までのバンドンやジャカルタを物体として、 画家の道を進む主人公を中心に描いている。文芸評論としては、インドネシア文学はいつ生まれたか、インドネシア文学史が異論、インドネシア文学史における時代区分などを表している。日本の読者に向けては、現代インドネシア文学への招待を編集した。1960年代には、出身地である、寸田地方の文化の紹介や再発見に力を入れ、 伝統芸能のパントゥンという弾き語りや、影絵芝居のワヤンクリを研究した。スンダ語の雑談編集や、民話採集も行い、単行本として、スンダの人々も発表する。その他に、インドネシアの画家アファンディの電気、擬曲、自動書も発表している。また、日本での滞在経験をもとに、日本を知る、日本の文学と文学者たちも表した。ありがとうございます。